ということで本日はイタリア中部地方のワインについて解説を行っていきます。タイトルは中部イタリアの地図上位置のおさらい、各州の特徴、各州の主要 DOP について解説していきます。まず中部イタリアの地図上位置のおさらいです。地図上の黄色い部分9から14の位置が中部地方となります。9トスカーナ、10ウンブリア、11マルケ、12ラツィオ、13アブルッツォ、14モリーゼです。地図上で各州の位置が指せるように覚えましょう。続いて各州の主な特徴です。トスカーナ、1716年トスカーナ大公コジモ3世がカルミニャーノ、キャンティ、ポミーノ、バルダノディソプラノのワイン産地の境界を制定し、これが世界初の原産地保護の例となりました。1870年前後にベッティーノ・リカゾーリ男爵がキャンティワインのベースとなる品種構成フォルムラを定めました。フォルムラはキャンティワインの基本的なブドウ品種の構成のことです。サンジョベーゼ 70%、 カナイオーロ 20%、 マルバジア・デル・キャンティ 10% です。ウンブリア、イタリア半島の中心に位置しており、イタリアで唯一海に面していない州になります。ウンブリアっていうのがおへそっていう意味があるようです。ラツィオにまたがって作られる白ワインのオルビエト、固有品種のサグランティーノ、こういったものが有名です。マルケ、アドリア海に面する港町で赤ワインと白ワインが同程度ほど作られます。ラツィオ、州都がイタリアの首都ローマになります。アブルッツォ、アドリア海とアペニエ山脈に挟まれた地域で海と山の両方の影響を受けます。モリーゼ、アブルッツォ州から独立して誕生50年ほどの最も新しい州になります。各州の主な DOP について見ていきます。トスカーナ州については内容のボリュームが大きいので別のタイトルで解説していきます。ウンブリアのモンテファルコサグランティーノ、赤ワインが認められていて主要品種はサグランティーノです。サグランティーノはウンブリアの土着品種として知られますが、その起源は不明です。とても個性的な品種でポリフェノールの含有量が非常に多いことが特徴です。パッシートの薄甘口も認められています。パッシートは陰干しして糖度を高めたブドウから甘口ワインを作る製造方法のことになります。トルジャーノロッソリゼルバ、赤ワインが認められていて主要品種はサンジョベーゼです。マルケのカウテリ・ディ・イエージェ・ベルデッキオ・リゼルバ、白ワインが認められていて主要品種はベルデッキオです。ベルデッキオはマルケを代表する白ワイン品種です。ベルデッキオの名前イコールマルケで覚えましょう。コーネロ、赤ワインが認められていて主要品種はモンテプルチャーノ 85% 以上にサンジョベーゼをブレンドします。オフィーダ、赤と白が認められていて主要品種は赤はモンテプルチャーノ、白はペコリーノ、パッセリーナです。
ベルデッキオ・ディ・マテリカ・リゼルバ、白ワインが認められていて、主要品種はベルデッキオです。ベルナッチャ・ディ・セッラ・ペトローナ、赤の発泡性が認められていて、主要品種はベルナッチャ・ネーラ主体で、辛口から甘口まで作られます。ベルナッチャ・ネーラはセッラ・ペトローナで主に使用される土着品種です。セッラ・ペトローナはマルケ州の中の地域の名前ですね。ラツィオのカンネリーノ・ディ・フラスカーティ、白の甘口が認められていて、主要品種はマルバジア・ビアンカ・ディ・カンディア、マルバジア・ディ・ラツィオ主体です。この地域では甘口のことをドルチェではなくカンネリーノと言います。チェザネーゼ・デルピリオ、赤ワインが認められていて、主要品種はチェザネーゼ 90% 以上です。フラスカーティ・スペリオーレ、白ワインが認められていて、主要品種はマルバジア・ビアンカ・ディ・カンディア、マルバジア・デル・ラツィオ主体です。アブルッツォのモンテプルチャーノ・ダブロッツォ・コリーネ・テラマーネ、赤ワインが認められていて、主要品種はモンテプルチャーノ主体です。モンテプルチャーノ・ダブロッツォは DOC に認定されています。コリーネ・テラマーネで作られたものがアブルッツォ唯一の DOCG に認定をされています。ということで最後におさらいしていきましょう。まず中部イタリアの地図上の位置、地図上で各州が指させるように覚えましょう。各州の主な特徴、トスカーナで1716年、トスカーナ大公コジモ3世がカルミニャーノ、キャンティ、ポミーノ、バルダロディソプラノのワイン産地の境界を制定し、これが世界初の原産地保護の例となりました。ウンブリアはイタリア半島の中心に位置しており、イタリアで唯一海に面していない州になります。ウンブリアはへその意味があります。ラツィオにまたがって作られる白ワインのオルビエート、固有品種のサグランティーノが有名です。ラツィオはイタリアの首都ローマがある州です。各州の主な DOP、 生産可能な色や品種、その他の特徴について押さえましょう。 DOP 名に生産地域や特徴が含まれるものも多いので、それぞれの言葉の意味を理解することでスムーズに覚えていきましょう。それでは本日の内容いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。